反転皇性運動連絡会に抗議する、行動する、保守行動する保守は2000年代後半より日本で起こった保守系政治運動のうち特定の団体内視集団及びその現象を指す言葉である。行動する保守の諸団体が合同参加して行ったデモ活動西村周平によれば単に言論を解くだけの既存の保守政治運動を語るだけの保守と批判し、 また、外線右翼とも異なり、北京オリンピックの聖火リレー、NHK スペシャルシリーズ、ジャパンデビューや朝鮮学校に対する抗議行動のようなデモ、街頭での署名や募金活動といった市民運動を通じて、有限実行の行動する保守を標榜している。桜井誠によれば、行動する保守運動は平成18年に行われた。 河野談話の白紙撤回を求める署名活動から始まったとしている。また、瀬戸博之は、保守という概念では説明できないとして、自身の活動を行動する社会運動と呼んでいる。行動する保守の政治活動スタイルは、従来の外戦右翼のように外戦者を連ねて、大音響で文化を流しながら、抗議や外戦活動をするのではなく、 一般的な市民運動と同様に署名。一方、外戦車を使用した活動を中心とした従来の右翼団体の中にも集会や徒歩によるデモを活動に取り入れる団体も目立つようになってきている。在徳会など行動する保守と言われる保守系市民団体が主催する反感デモにおいて過激なコールが頻繁に行われている。在徳会会長の桜井誠自ら 在日韓国人を鉄砲丼にくくりつけ、韓国に打ち込みましょう。とでもの最中に叫んでいる。京都朝鮮学校公園専用抗議事件、徳島県競争業務妨害事件、及び、ーと制約教養事件も、参照2014年3月には、川崎駅構内で、対抗勢力からビラをたまたま受け取った、通りすがりのものを、対抗勢力の関係者と勘違いし、 そのものを無造等で切りつけたとして、行動する保守系のデモに参加していた男が、神奈川県警察警備部公安第2課に障害容疑で逮捕されている。上和志広告会も参照2014年10月25日、在徳会会員を含む5名が、対立団体有国我が道会会長の山口雄二郎ら2名に対する障害容疑で逮捕された。琉球新報によると、 終戦記念日、カウンター勢力への公安部の事情聴取に対し、在徳会の同メンバーは羽外じめにしたことは間違いないと思うが、怪我を負わすようなことはしていないとしている。同メンバーと桜井が立ち会う中で、事務所の家宅捜索が行われ、後に公安部は桜井からも事情を聞いた。2018年6月、池袋で、 悪質な中国人の国民健康保険利用を正せなど主張するデモを池袋を開催し主催者がデモ中に暴行容疑で現行犯逮捕された99アキラも参照水平社博物館前差別外戦事件も参照週刊金曜日によると2012年10月には在徳会らは史上最大の範疇でもと称して池袋でデモを開催し ゴキブリシナ人を日本から叩き出せなどと叫ぶ者がいたという。また、でも終了後に、桜井誠らはパトロールと称して、家境の商店の多い一角に向かって、そこで日本が戦前大陸に行ったことが侵略なら、てめえらが日本にいること自体が侵略なんだよ。と叫んだという。公安庁社長は内外情勢の解雇と展望において、 海外的主張を掲げ必要な球団活動を展開する右派系グループとするコラムにおいて、これらの動きを紹介している。日本のヘイトスピーチも参照、在日特権を許さない市民の会も参照、桜井誠が2006年に設立した団体。前進は東アジア問題研究会で、発足当初は20人ほどの小さな団体だった。 現在は行動する保守における主力とも言える存在となっており、国内における会員数、支部数は最大を誇る。在日特権の廃止など、国内外における様々な問題に対して抗議を挙げている。下季の主権回復を目指す会と共闘していたが、2009年の京都朝鮮学校公園専用抗議事件の対応をめぐって、後に決裂した。 主権回復を目指す会も参照。西村周平が2006年に設立した団体。在徳会と共闘していたが、2009年の京都朝鮮学校講演専用講義事件の対応をめぐり、後に在徳会側と決裂。現在は行動する保守系団体との関わりは薄く、独自の活動を行う。2012年5月には、自団体の開催する講演会に、 在徳会に批判的なジャーナリスト安田光一をゲストとして招いた。チーム関西も参照在徳会、主権会などが共闘することにより発足した混成メンバーによる団体。在徳会と主権会が決裂したことにより、チーム関西としての活動は事実上停止している。金友高行も参照金友高行が2010年に結成。2012年に金友が 解散宣言を行った。各支部の活動は2012年まで確認された。河野談話の白紙撤回を求める市民の会を参照。台湾だけ国王演団を、参照詳細は、上和志公国会を、参照詳細は、桜田修正を、参照以下に挙げるように右派系の団体からの批判も、多い。統一戦線義勇軍の二代目、議長、針谷大輔は、行動する保守に対して、 日常生活の中で物理的な衝突も経験していない者がネット言論をそのまま現実社会に移行させただけの運動との批判をしたとしている。同義友軍の元構成員にして現友国和賀同会会長の山口雄二郎は人間をゴキブリ呼ばわりする程度の運動に止まっていると評価したとされる。一方、徳島大学大学院准教授で 社会学者の樋口直人によれば、在特会について、右翼崩れからノウハウを、歴史修正主義から、係争課題を、インターネットから、ネット右翼という動員ポテンシャルを得てきた。都市、在特会など、行動する保守の新しさは、インターネットへの依存度が極端に高く、組織されざる、ネット右翼を組織化したことであるなどと分析している。漫画家の小林義則は、 安田の主張を支持して行動する保守は陰謀論で自分の差別感情を正当化しているだけであり弱者が人を差別するという持論に基づき彼らを小泉構造改革によって生まれた弱者の集まりと表紙、レイシスト、ならず者とする表現を用いて厳しく批判している。安田光一は桜井誠は2011年5月に 京都市内で開催した在特会の講演会の中で在日韓国人、朝鮮人、そして反日極左と本気で命のやり取りをやって叩き殺さなきゃいけない時が必ず来るんです。泣いて、許しを請う相手をあなたたち本当に一刀両断で切り捨てることができるか、と、大変厳しい選択です。朝鮮人であってもまだ子供です。この子供をでも生かしておいたらね。 また同じことを繰り返される。という発言をしたと主張し、これに対し、ジェノサイドを煽る発言まで言っているとしている。朝日新聞は、平成22年5月の特集記事、先導社会において、反日マスゴミというインターネットで多用される、キーワードに注目し、行動する保守グループの先導性を取り上げた。2015年8月、朝日新聞の富永各特別編集委員が、 東京での日本人の国家主義者によるデモ。彼らは安倍首相と彼の保守的な政権を支持していると英語とフランス語でツイートして問題となり、朝日新聞の社名などを名乗ってツイッターを利用できる公認記者やコラム日曜に思うの執筆者から外される処分を受けた。ありがとうございます。